ゲームを認証すると、エロックスガンダム。裸の女性が、目隠しヘルメットかぶってる、そんなイメージになる、が。だから認証できない。そんなの子供に与えられるか？子供用に見えるか？実際には、実は、見たまま、だったかも。知れない、大人用。テレビゲームは実際、あるいは数十万とかするパソコン、で動いていたものだ。それを、買えるのは、大人しかいない、大人の趣味だったのに。いつの間にか、子供向け。ゴジラ、とかも、似てる。本来は大人向けに作っていて、だから、大ヒットしたものが、なぜか子供向けに。バンダイのおもちゃとか見ていると、一般市場では、需要が薄くなった技術が、子供用として使われていたり、実は、そういう経過、だったのだ。どうか。失うには惜しいものがそこに宿り続けて。あるいは、大人。お待つ？